はい、今ですね、オーストラリアの方で、首相から発表がありました、オーストラリア人以外のですね、入国が、禁止されますということで、金曜日ですね、明日の夜9時からこれが適用されますので、実質のオーストラリアが封鎖になったという発表でございますと。で、今までね、ずっとこう、ここもう数週間とか来る人とかね、来月の人とはずっと話してきたんだけれども、まあ、その人たちはまたね、改めてね、連絡はしますけれども、今このような状況になっておりますということですね。地域で切り開くわ。